ちろんないんですけど、はい、まあ体を起こすっていうのことなのかもしれないです、ね、ああなるほど、そういう効果があるかもしれない、うん、かもしれない。で最後この、はい、これ持ち上げながら山には、はい、これは難しい話ですよ。これはフェリスの皆さんがやってると考えるとかなり面白いですよね。全員でやってます。これはね、全員でこれはすもう宗教みたいな感じですよ、ね、今やーやってるわけですよね。これはね、お腹に何ですか？いや中学1年生の時は面白かった。6年間いると何人も。なるほど。お腹に力を入れるというこの腹筋的な力というのは歌にはあんまり関係ないんですけど、はい、腹式呼吸をするために、腹式呼吸は腹筋じゃないですからね。違うんですか？てか腹筋ってなんか僕そこまで詳しくは知らないですけど、いわゆるこう6個に割れる腹筋は腹直筋っていうらしいんですね、はい、なるほど、はい、その筋肉自体は歌には関係なくて、はい、その中に入ってる横隔膜はい、を動かす、まあ、何らかのインナーマッスル的なのは関係あるかもしれないですけど、はいはい、そのお腹に力をグッて入れるっていうのは腹直筋を鍛えるトレーニングなわけですよ。あの6年間は何だったんですか？でもこの持ち上げるっていうのはもういいかもしれないなってちょっと思いましたね。本当ですか？でもその何て言うのかな、この持ち上げてる時にお腹に力は別に入れなくていいと思う、はい、そのなんかどっかに力入るはずなんですよ、はい、そのまま声を出した方がいい気は僕は今しましたけどね。なるほど。なんか、うん、ちょっとこれはむしろその先生とちょっとどういうつもりでそれをやられてるんですかっていうのは。私も音楽ではもう成績一番下だったのでフェリスの。おお、そりゃそうでしょうね。あ、すいません、すいません。ちょっと心の声がね。180人いて、うん、前期の試験を歌だけで決めたんですけども、お一番上の人が10で、4からはもう、その留年で5がこうギリギリセーフだったんですけども、はいはいはい、4? ああそうかそうか、 5がギリギリセーフです。なるほどなるほど、はい、10が一番良くて180人いて5の選ばれし2人になったことです。1人は来てない子で、ね、みんな6以上なんで私だけ5だった。やばいですね。来てない子と奈々さん、はい、だから先生が見てそんな教え方してないって怒ってるかもしれないので、なるほど、はい、なるほど、なるほど、なるほど、それは先生とちゃんと、ね、はい、直接お話しして、はい、なるほど、うん、いいかもしれないなと思いました。腹筋はあんま関係ないんですね。腹筋というその腹直筋というものは関係ないです、うん、でもこれはちょっと、うん、ちょっとじゃあ外で走ったりとか腕立て伏せとか何の関係もないですけど、そのでもそのまあ体が健康じゃないと歌は歌えないですから、そのそす、ね、ほぼプロレベルのその体から健康にするみたいな感じですね、はい、そういう話じゃないと思うんで今日は、そうそうそう、声帯がどうするかとかって話だと思うんで、はい、ダメなトレーニングとは言いませんけど、はい、まあ、そういうのをやっても直接的にはまあ関係ない。でもまあ健康は大事ですよ、歌をやる上で。他に誤解されてるトレーニングとかってあったりしますかね？というかその奈々さんに僕がさっき歌を聴いて言いたかったのは、はい、大きく声を出そうとしない方がいいかもしれないなと思いました。ああ、そうですね、うん、どういうこと？いやいや、私小さな声で歌うとうまく歌えるので。ね、言ってましたね、はい、ちょっとそれ後で聞かせてください。はい、じゃあぜひ。要はその歌っていうのは声帯と空気の量、はい、まあ、空気の圧力っていうんですかね、のバランスでこう声帯をコントロールしてるんですね。 なので声帯のコントロールがうまくないのに空気をいっぱい出すような作用をしてると、はい、まあ、音程をバランスが悪くなっちゃうんですね。そうですそうです、音程をコントロールできなくなってくるので、高松奈々さんは小さい声で歌うところからやった方がいいかもなとは思いました。わかりました、はい、だから皆さんもそうですけど、その、はい、大きい声でとにかく歌おうみたいなのはしない方がいいと思います。なるほど、バランスがその人によってじゃ違うってことですよね。そうですそうです、そうです、はい、わかりました、ありがとうございます。悪いトレーニング方法をお伺いしました。次からはこれをやったらいいっていうトレーニング方法をお伺いしたいと。ちょっと話し合いましたけど、はい、ありがとうございました、うん、ごきげんよう。